はい、じゃあスキップしてきました。ってことで、お、もう過ごすだね。はい、また来ました。ちょっと広い大地だね、ここは。もう慣れてきたね、この石板の下りも。はい、じゃあ決まっていきましょう。アボンの村、ほうほう、なるほど。村長さんのね、家がどこじゃっていうね。村長、なんかこの立派なところが大体村長の家なんだろうな。あ、村長ばあさんか。ああ、ところでお前さん方は旅の人とお見受けすれば、もう村の中は十分見なすったか。この腕はこの時間山を抜けるトンネルが閉じておるのも見られたじゃろう。お山奥ゆえ宿屋の一つもありやせん。お断りじゃったらうちに泊まって行くぜ行くぜ。はあら、どうした。タミック、いつまで寝てるつもり。なんだか村の中の様子が変なのよ。調べに行くんだからさっさと起きてるよ。なんで偉そうなんだよ。なんで偉そうなんだお前。え、まさかの。誰もいないね。おお、旅の、ここがフズの村だ。フズか。え、え、年寄りの学士さんが泊まってないかですって。その人は今朝早く立たれました。なんで、北東のハーミヤへ。ああ、なるほど。まったく金を取るのがうまいな。またこの音楽は。またか、この音楽は。またか、またか。おいトミック、朝だぞ。もういい加減起きろよ。なんだか村の中がやけに静かなんだ。またかよ。え、また、めんどくさ。マジかよ、またかよ。めんどくせえな。もう何これ。なんかね、もうやだな、こういうの。はあ、もうやだ。ここか、ハーミリア。
これか。素晴らしい、こんな演奏初めて聞きました。ブラボー、よかったよじいさん。どうやら一通り町の人々に聞いてもらえたようだな。ではそろそろ退散とするぞ。怪しいと待てい。そんなに急がなくても、この町で。アンコール。まあ、結構今風だな、ノリが。いや、ありがたい話やが、わしも急ぐ身ですけど。もうお帰りかい、やめやんだ、あんな。あ、もうあれらしいからな。それにしてもいい演奏だった。感動したよ。気分がいいから、今日うちの宿に来たお客さんには宿題サービスでもしようかな。いいんじゃない？ではこれにて失礼。ここにまたちょっと怪しいけど止まっちゃうか。結構高いんだな、ここの宿屋は。はい、また来た。はい、夜明け前、トミクたちは美しい楽器の調べに布団で出さました。コロナチャンスだ。チャンスだ、チャンス。あ、この野郎。どうやらこの町もこれで全員集めることができてるじゃな。待て待て待てい。はい、飛び込んじゃった。まあいいや、転職しても大丈夫で上お、なんだこれは。ありがとうよ、これで自由に出られるようになったぜ。おお、なるほど。役所のじいちゃんだったらそこの階段から上に登ってたみたいだよ。姉ちゃんたちあのじいちゃんに会いに行くつもりなの？だったら俺らが扉を開けてやるよ。おお、ありがとうちゃん。そういうことかい。おお、ありがとうちゃん。じいちゃんに。これそろそろ始まる頃じゃない？お？あのじいさんめ、マジフルボッコだぞこの野郎。おや、あんたたちはどっかで会ったような気が。まあこの大陸の人間はみんなこの塔に集めたんだから会ったこともあるのも当然か。無理やりされてきてはこんなところに閉じ込めたことは悪かったと思っている。しかし説明しているだけの時間はなかったんじゃ。何の時間かじゃと？もうすぐ始まるんじゃが、とうとう来たか、見ておれ、今から何が起きるかを。ん？ん？
これは。グラコスか。ミオ、大地が海に飲まれていく、村が、町が沈んでいく。わしはトゥーラー引きじゃが、占いも得意でない、いくらか先の答えを打つべきなんじゃ。そしてこの力は魔物たちに苦しめられている人々のために使うと誓いを立てている。おそらくその異変も魔物によるものじゃろう。だからわしは人々をこの塔に避難させることにしたのじゃ。一体何なんだこの揺れと音は。なんだ、海が迫ってくる。あれはまさか。間違いねえ、ハーミリアの見張り台だ。町が水に沈んでる。おいちじい、これもてめえの仕業か。だったら許さねえぞ。いや、グラコスだ。これは海の魔人グラコスの仕業ですよ。古の都市が滅んだ時と同じで、この大陸を海中に沈めるつもりなんだ。まずいな、予想以上に水の勢いが強い。このままでは、この塔も埋まったのかもしれん。やはり元を絶たねばダメか。じゃがわしに魔物と戦うだけの力はもう。そうだ、忘れてた。地震の始まるちょっと前に男ども何人か帰ると言って塔を降りていっちまったんだ。危ないから止めたんだが、もう聞く耳持たずで、あいつら無事だろうか。それはわからん。バカな、下り階段への扉には鍵がかかっていたはず。いや、それがいつの間にか揺らいでいたんだ。なんということじゃ、この時に下に戻っていったとは。残念じゃが、今彼らが どうか無事でいてくれることを祈るしかない。なるほど、これは行けということだな。じゃあグラ、待ってくれ、あんたたちに頼みがある。はぁ、高いぞ高いぞ。わしはかつて神を探して旅をするイバール。え、そうなんだ、イバールなんだ。だが己の欲のために一族の掟を破り、それゆえ一人一族を離れていったのじゃ。以来その罪を償うため魔物に苦しむ。もしかしてお前あれじゃね。じゃあ今回は魔物の力は こちらの予想をはるかに超えるものじゃった。もしかしてさ、お前あれじゃねえの、なんだっけ、ほら、あのジャンだっけ。ジャンじゃねえ、お前焼肉のタレじゃねえ、お前もしかして。え、もしかしてお前勝手な。昔わしの一族を何の見返りも求めず助けてくれた若者に似ておる。遠い昔のことで、姿形は記憶の彼方じゃが、強い意志を宿したあの目だけは忘れまい。お前やっぱ焼肉のタレじゃん、お前マジか。お前、あんたたちの目は彼らに似ておる。だからこそあんたたちに頼みたいんじゃ。どうかわしの誓いを引き継いで元凶たる魔物を退治してくれぬか。そうか、頼まれてくれるか。ならばわしもできる限りの協力させてもらうぞ。おい、まさか焼肉のタレとまさかここで奇跡の再会というね。これではまあわしにとってのお守りじゃ。ご利益は確かにだぞ。わしの作り結構あれだ、丸くなったな。焼肉のタレじゃねえあれ絶対に。ジャンだろ、ジャン。こういう時間になっているのかい。神だ、
お、何？その技は何なんだ？何だったの今の？普通じゃないよ、あんたの技もこの渦も。飛び込もうぜ。トミックの技がこの渦を作ったってことはとにかく大変よ。まあいいんだ。